ニチョップいろは堂の YouTube チャンネルへようこそ。いろは堂が創業したのは昭和26年、紅白歌合戦が始まった年でした。創業者の植田和夫が親の代の印象店より独立する形で開業したのが始まりです。皆様のおかげで令和2年をもちまして創業69周年を迎えることができました。創業当時は現在の住所とは違い鳥取市元町にお店がありましたが、昭和53年より現在の二階町に移転。印鑑、ゴム印、名刺、表札、伝票、封筒、各種内入れ商品などを製造販売してまいりました。当店は印鑑彫刻、ゴム印製造、名刺印刷などを自店内で行っておりますので、お急ぎのお客様には即日対応することも可能です。日本で暮らしていく中で印鑑は必要不可欠なもの、そして印鑑はあなたの意思の証として一生付き合っていくものです。なのでしっかりと選んだ良いものを持っていただきたいと思っています。そのためいろは堂ではあなたに最適な印鑑を提案しています。オンライン通話を活用した接客にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。